シューズは、コンピューター言語 Ruby で、利用可能な GUI ツールキットである。その特徴は、簡単さと Ruby の文法とクロスプラットフォームにある。ホワイが、容易なプログラミング教育用のツールとして、ハカティハックプロジェクトを発表、その後クロスプラットフォーム化を目指したものシューズである。2009年にホワイがサイトを閉じ姿を消して、以降もコミュニティによって開発が続けられている。 プロジェクトをコミュニティが引き継いだ際に、プラットフォームごとの開発作業が大きな負担となり、様々なツールキットを利用が施行された。それぞれは、色の名前が付けられ、レッドシューズはホワイトによるオリジナル C 版、ホワイトシューズは各色が満たすべき標準を規定する、テスト、ブルーシューズは QT フレームワークを採用、グリーンシューズは GTK フレームワークを採用。 そしてブラウンシューズは、ジャルビーとスイングを採用したものであった。その後は、レッドシューズの 3XK は途中で停滞したが、開発保守が行われている。同時にブラウンシューズを元にした、シューズ4がジャルビー SWT を用いて開発が進められている。何も、部品を取り付けていない状態、すなわち、空のフレームを登場させるには、シューズ、アップ。 全部で11文字が必要。お好みでもう少し字数を増やせるなら、シューズ、アップドゥエンドとすることもできる。と、の間、または、ドゥとエンドの間に内容を加えていく。ハローワールドを表示するプログラムの一例は、シューズ、アップドゥ、バックグラウンドディープスコヨブルー。タイトルハロー、ワールド。アラインイコールセンター、エインド。ハロー、 ワールドを表示する命令はタイトルだが、これは34ピクセルで文字を表示せよ。ということで、もう少し小さくしたいときは、サブタイトルハロー、ワールドとすれば、今度は26ピクセルでの表示になる。日本語の表示が必要なときは、対応するフォントを指定する。シューズ、アップドゥー、パラ、エンド。Linux のプラットフォーム用に、シューズプログラムをダウンロードする場合、 シェルスクリプトとバイナリーが合体したランファイルとなるので注意すること。この場合、ブラウザのメニューから別名で保存を選択する。ダウンロードできたらターミナルからドルつ七百755シューズにラン、ドル、シューズにランでプログラムが立ち上がる。ありがとうございます。